伊達人志義は、江戸時代後期の大名。道の区国仙台藩の第11代藩主。伊達氏の第27代当主。下には14位下、左小野江県少将、陸津守。完成10年3月7日、仙台藩第5代藩主、伊達吉村の八を、伊達村領の所長氏である道の区一の関藩主、田村村氏の4、男として、江戸にて誕生。 母は、脇坂康地下の娘。関西重修書家府では、陽名を吉五郎と記される。誕生直後、父の村氏は隠居し、道の区い致ちの赤藩はすでに養子になっていた、宗賢が相続した。文化九年に元服して、意味なお、県吉よ通称を岩見と称した。ふさわしい年齢に達していないという理由で、宗賢の養子氏とならず、部屋住み身分として、 一の関へ下る。文政2年4月26日に、一の関から仙台城に迎えられ、道のく仙台藩の藩治を接貫する。仙台藩から幕府に願いが提出された末に、同年5月25日、死死なくして亡くなった十代藩主、清州の娘と婚約、その婿養子という形で十一代藩主に就任した。なお、婚約者の芝姫は、 当時三歳であった。同年五月二十七日に死田村から、伊達に、通称を岩見から当時郎に改める。同年七月に亡き養父、青州より一時を取って、意味なお衆議と改め、さらに八月には、江戸に上り徳川家なりに、おまみして、三吉と改名し、十四位少将に上任し、むつ守るとなる。ちなみに、青州の後継候補には、三吉の他に、 仙台藩一門の留田家の伊達宗光の子である、孔五郎や同じく、仙台藩一門の枠屋伊達氏の源次郎がいたが、聖州との血統の近さと年齢から見て、西洋市が適当だったとされる。文政9年2月22日に、聖州の娘である柴姫と婚礼を挙げるが、文政11年11月27日、江戸で死去した。去年30。 西洋氏が死去した当時、文政8年9月6日生まれの次男、上佐武郎がいたが、幼少でおまみが住んでいないため、幕府に家督の相続を認められるのが困難な状況にあり、後継者選定は難航した。老中の水野忠明は、道の区国仙台藩家臣、大城道川を呼びつけ、当時13歳であった西洋氏の正室の芝姫に、将軍、 徳川家成の子を嫁がせて、伊達家養子士にし、仙台藩を相続させるように提案がなされた。しかし大将はこれを断り、一族の伊達宗光の子で、西余氏の重邸で、かつての藩主後継候補の孔五郎が、西余氏の娘婿となって、仙台藩主を相続することとなった。この西余氏の後継者問題の一件は、仙台総称第十一巻や、 三百半家新人名辞典一に記されているが、公式記録にはなく、三百半半主人名辞典一や、仙台史には記されていない。衆議、西吉時代実施としては三男である。田村総研は、養子ではあるが着子で、村氏の三男として扱われるため、西吉は四男となる正五郎とする資料も存在する。 この場合、溶接した長兄の正五郎と同盟である。AB 立て氏の通話座、僧や、村を使用すると、養父の聖衆、その父、西村と同盟になるのを避け、義の字を、忌み名の滲目に用いた。また、中村義影、義母の不死は、逆に、予吉の変記である、義の字を避け継定、警防に改名している。父、田村村氏の実定にあたる。聖母を、 エン院山本しつねことする資料も存在する。ありがとうございます。